伊佐オ旧姓、高橋、1977年12月29日台は、日本の7弦、8弦ギタリスト、作曲家、大阪府茨城市出身、血液型大型、ベビーメタルのツアーで演奏する伊佐を16歳の頃、友人の影響でギターを始める、高校卒業と同時に上京。2000年、インストゥルメンタルバンド、ブライトノアで、BMG ファンハウスより、 メジャーデビュー。バンド解散後、ソロギタリストとして活動を開始。音楽専門学校のギター講師を5年間にわたり務める。2005年、六本木ピットインを拠点に、たくさんのミュージシャンとセッションを行い、その中で出会った、イクオ、長谷川浩二と共にバンド、キューブレイを結成。その後、渡米して、ロスアンゼルスに4年間在住し、ザ・フェーデッドのギタリストとして、 ハリウッドを中心に活動する傍ら、映画のサウンドトラックの制作や、ライン e 6 u s a のエンドーサーとして、スティーブ・スティーブンス、ガンズ・ンローゼスのリチャード・ホルトゥスとデモンストレーションに出演する。帰国後、ソロプロジェクト、スパーク7や、セッションライブを中心に活動。2014年、長井としみ、菅沼構造とのロックトリオ、トリムルティを結成。 この頃より ESP とエンドースメント契約を交わし、同社の8弦ギターをメインに使用し始める。2015年、音楽プロレス演劇から構成される複合エンターテイメント、魔改少女犬、またベビーメタルの神バンドにそれぞれギタリストとして参加。セッションライブやアルバムレコーディングでの代表的な共演者、ありがとうございます。